いつもの D1GP の雰囲気とは何かちょっと違うお台場特設会場。それもそのはず、今回は世界各国からトップドリフターがここ日本に集結し、世界初 FIA 公認ドリフト世界戦が行われるのだ。その名も FIA インターコンチネンタルドリフティングカップ。初開催ドリフト世界戦には14の国と地域から24名が参戦。いずれ劣らぬトップドリフターたちだけに D1GP では見られないとんでもないバトルへの期待が膨らむ。そしてかねてよりドリフトでのモータースポーツ人口拡大に期待する FIA 会長ジャン・トッド氏も来場し、会場を盛り上げた。それでは早速大会2日目の模様をチラ見してみよう。会場 MC は DJ のあゆがいけんとあこ、解説はおなじみ熊久保だ。まずは単走から行ってみよう。海外勢では日本車の他に BMW M3 やヒュンダイジェネシスクーペの選手も多い。中には R34 スカイラインというマニアックな選手も。日本勢は D1 シリーズチャンプ藤野秀幸をはじめ、 R35 を持ち込んだ斉藤大吾、同じく R35 の川端正人、そして S1 号の横井正史が参戦した。それでは引き続き追走をチラ見してみよう。これ以上もう、はいはい、距離感もここ一写真を保ってますから、はい、さすがに海外勢もトップ選手揃いなだけに、日本人ドライバーにも引けを取らない走り連発。そして決勝。All right, ladies and gentlemen, FIA Intercontinental Drifting Cup Battle Tournament, the finals! 初日優勝の川端とロシア人ドライバー、アルカディの対戦。1本目、はい、川端選手 8.0、はい、そしてアルカーシャ選手が 8.5 でアルカーシャ選手が取っております。アドバンテージ、はい、入れ替えての2本目。あーもうこれはもうビッグと、うわもう全部ですよ、全部抜いちゃったよ。 The winner is アルカーシャ。すごいですね、アルカーシャが。川端のペナルティによってロシアのアルカディが優勝となった。